見上げてごらん、夜の星を、小さな星の小さな光が、ささやかな幸せを歌ってる。見上げてごらん、夜の星を、僕らのように名もない星が、ささやかな幸せを祈ってる。手をつなごう、僕と追いかけよう、夢を。二人なら苦しくなんかないさ。見上げてごらん、夜の星を、小さな星の小さな光が、ささやかな幸せを歌ってる。見上げてごらん、夜の星を、僕らのように名もない星が、ささやかな幸せを祈ってる。こんばんは。今夜はね、見上げてごらん、夜の星を歌いました。で、昨夜はね、あれもう仕事遅く疲れちゃってね、見返ましたんでごめんなさいね。になったらね、くすんじゃってね、それで、で、今日土日休みなんですかね、それで、まあ、のんびりしました、今日ね。ほんと、今日、奥多摩あたり、天気良かったけど、しょうがない。また来週は行こうと思う、ほんと。来週、奥多摩行きたいと思いますね。今週だから。で、明日はね、墓参り行こうと思う。今日はね、町田と焼き子の往復でね、こんな感じです。またこれからね、生きてる限りはね、生存確認ありますんでね、昨日はね、寝ちゃってすみません、疲れちゃってね、仕事で。でも今日のんびりできた、ね、新橋までぶらりと行ってきた。町屋からさ、町屋からだと新橋まで片道200円だからな。で、往復400円でぶらっと行ってきた。なかなかよかった。たまにはね。でも新橋すごかったね、ほんとね、新橋。結構したね。もう土曜だけどさ、あの緊急事態宣言だかもしんないけどさ。結構いた。まあ普段わかんないけどね。新橋で働いてるわけじゃねえからわかんないけど、結構いたね、そこそこね。まあ、閉まっちゃうんだけど、まあ土曜だからさ、昼間からあいつ飲み屋もあってよかったね。僕は今日初めてね、あそこ、焼肉ライクっていうとこ行ってきた。あれ、一人でスペース区切られたあの焼肉屋ね。560円だっけ、あの一番安いカルビ焼き買って。うまかったな、ご飯を2杯買われてきてね。それでブラッと帰ってきた。こんな感じね。で、まあ、ね、それでまた焼き放題ね、こんな感じ。で、明日墓参り行って、また、焼きの町屋に行ってそんな感じで、じゃあ今日もこれからね、YouTube でライブ配信したいと思います。だってね、天気良かったね、しょうがないね。ダメね、もう、ね、仕事遅いとどうしてもね、疲れちゃうよな、もうすぐのし。まあ、しょうがない、来週は行こうね、お二人もね。天気良かったね、今週はね、ほんと。まあ、しょうがない。まあ、でもな、桜の心配あるからな、山沿いはな。まだね。もうでも来週はちょうどいいかもしれない。来週あたりほど。多分来週あたりで梅雨明けかもしれないね。天気見るとね。梅雨の末期はさ、あれね。雷雨がすごいひどいからね。あれ怖いんだよね、あれね。急にね。ゴロゴロになって、夏場それ怖い。日は長くていいんだけどね、夏場はね。まずは奥多摩行く。いつものね、奥多摩駅から歩く高野津品川前ね。今度はね、今度行きます。今度天候も安心だもんね、今度ね。ヤビツ峠から丹沢も行きたいけどね、しょうがない。行きたいとこ、まだ奥多摩行ってから今度行くんです、丹沢はね。じゃあ、活字この生存確認。今日も YouTube でライブ配信します。2021年。もう早いもんで、7月もね、10日だ。10日、土曜日です。見えるかな、ちょっと別に大丈夫だな、できるかな、ちょっと、
恋のからくり夢芝居、セリフ一つ忘れもしない、誰の筋書き花舞台、行く先の影は見えない、男と女操りつられ、細い絆の愛しき惹かれ、稽古不足を幕は待たない、恋はいつでも初舞台、恋は怪しい夢芝居、たぎる思い抑えられない、化粧衣装の花舞台、垣間見る素顔かわいい、男と女操りつられ、心の鏡覗き覗かれ、こなしきれない涙と笑い、恋はいつでも初舞台、男と女操りつられ、ついのアゲハの誘い誘われ、心ハラハラ舞う夢芝居、恋はいつでも初舞台。はい、こんばんは。今夜はね、梅沢富美男さんの夢芝居を歌いましたね。これは小倉さんの作詞作曲ね。はい、2021年7月の10日土曜日の生存確認です。今夜もね、いつものように先でなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。どうも、あ、でも、てきさんどうも、こんばんは。あ、けんこさんどうもね。赤道さんどうもね。黒黒さんどうもね。昨夜はね、ちょっと仕事遅くてね、それ疲れて寝ちゃった。そのままごめんなさいね。うん。今日休みだったんだけどね、のんびりして、今日はね、たったいや。そうよ。うん、今日は休みだったけど、そんなわけで、ね、奥多摩行かなかった。こんばんは。サバカンさんどうもね。横ちゃんさんどうもね。昨日はね、生存確認なくてごめんなさいね。仕事をね、疲れちゃう、寝ちゃった横になって、そのぐっとあったね。今日は一日のんびり新橋に出てしてきた。新橋行って。たまたま知るぐらいに新橋行ってきて。うん。ブラッと行ってきた。あの、こんばんは。コウジさんどうもね。タイさんこんどうもね。昨日だけどまた今日ね。で、明日はね、墓参り行ってきて、そんな感じで。来週は行こうね。来週行こう。来週は奥様行こうと思いますね。さて、ワンスモア行こうか。ね。今夜は夢芝居。恋のからくり夢芝居、セリフ一つ忘れもしない、誰の筋書き花舞台、行く先の影は見えない、男と女操りつられ、細い絆の愛しき惹かれ、稽古不足を幕は待たない、恋はいつでも初舞台、恋は怪しい夢芝居、たぎる思い抑えきれない、化粧衣装の花舞台、垣間見る素顔かわいい、男と女操りつられ、心の鏡覗き覗かれ、こなしきれない涙と笑い、恋はいつでも初舞台、男と女操りつられ、次のアゲハの誘い誘われ、心ハラハラ舞う夢芝居、恋はいつでも初舞台。あ、ヨコちゃんどうもね。新橋ブラッと行ってきたでしょ。今日ね、朝の、じゃあそんだけ今日休みだったからさ、朝ちょこっと、久々に、ね、ナイツのラジオ聞いてたんだよね、ナイツの。なんだっけ、8時からだっけ。ラジオ聞いてたらさ、そこで、新橋のさ、飲み屋お店を紹介してたんだよ、あれ。なんだっけ、あれ。トン、ゆかちゃんというお店、そんなにしたんだって、それで、うん。それで、あ、新橋ブラッと行ってこようか、それで、そんな感じで。うん。全然わかんないし、あ、ミリオンさんわかんないや。サバカンさんどうもね。うん。あ、コウキさんどうもな。ドラマわかんないから、ごめんなさいね、じゃなくて。歌える歌歌うよ。うん。そうはいかないよ。うん。あ、どうもありがとうね。
なんだっけ、そう、焼き豚ゆかちゃんっていうお店の人の店員の女の子がちょうど中継混んでてね、って気になって見てきた。まあ店当然土曜だから味だけどね。頑張ってくださいね、野口さんね。どうもね。じゃあ、まあ、もう一回こうか。今夜はね、夢芝居ですね。小倉圭さんの作詞作曲ね。恋のからくり夢芝居。セリフ一つ忘れもしない。誰の筋書き花舞台。行く先の影は見えない。男と女、操りつられ。細い絆の愛しき光れ。稽古不足を幕は待たない。恋はいつでも初舞台。恋は怪しい夢芝居。たぎる思い抑えきられない。化粧衣装の花舞台。垣間見る素顔かわいい。男と女、操りつられ。心の鏡、覗き覗かれ。こなしきれない。涙と笑い。恋はいつでも初舞台。男と女、操りつられ。露のアゲハの誘い誘われ。心ハラハラ舞う夢芝居。恋はいつでも初舞台。じゃあ次はこの歌いこうかね。じゃあた、この期間の歌ね。今度はね、この歌いこうか。スバル歌いかな、スバル。スバルいってみようか。目を閉じて何も見えず、悲しくて目を開ければ、荒野に向かう道より、他に見えるものはなし。ああ、砕け散る宿命の星たちよ。せめて、しそやかに、この身を照らせよ。我は行く、青白き頬のままで。我は行く、さらば、すばるよ。息をすれば、胸の中、木枯らしは泣き続ける。されど我が胸は熱く、夢を追い続けるなり。ああ、さんざめく名もなき星たちよ。せめて鮮やかにその身を追われよ。我も行く心の目ずるままに。我も行く、さらば、すばるよ。ああ、いつの日か、誰かが、この幹を。ああ、いつの日か、誰かが、この幹を。我は行く、青白き頬のままで。我は行く、さらば、すばるよ。我は行く、さらば、すばるよ。早く食べるよ。ごめんね。これ、すばるね。今度はこの歌いこうか。もう一曲で終わろうかな。最後はこの歌でいこうか。
小室さんで行こうか。時には個性ムーブメントがあるかな。久々に。時には個性ムーブメント行ってみようか。途中英語がわけわかんないんだな、この歌で。エイチジャングルーズっていいね。どうも、こんにちは。謝りましょう、ごめんなさい。昨日はね、ちょっと仕事で疲れちゃってね、横になって寝ちゃったの。ごめんなさいね、昨日ね。ごめんなさいね。じゃあね、ごめんなさい。じゃあね、ウォーウォー、トゥナイト。時に起こせるムーブメントね。たまにはこうして肩を並べて飲んで、ほんの少しだけ、立ち止まってみたいよ。純情を絵に描いたような、散々虚しい夜も笑って話せる。今夜はいいね。温泉でも行こうなんていつも話している。起き着いたら中まで行こうなんて。でも全然暇にならずに時代が追いかけてくる。知ることから逃げたくなってる。Whoa, whoa, 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 today. Whoa, 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 forever. Whoa, 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 today. Whoa, 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 forever. 優しさに触れることより振りまくことで、ずっとずっと今までやってきた。それでも損したなんて思ってないから、今夜もなんとか自分で自分を守れ。 Whoa, 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 tonight. Whoa, 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 forever. Whoa, 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 tonight. Whoa, 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 forever. Hey, hey, hey. 時には起こせよムーブメン。がっかりさせない期待に応えて、素敵で楽しい。いつもの俺らを捨てるよ。自分で動き出さなきゃ何も起こらない。夜に何かを叫んで自分を壊せ。 Whoa, 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 tonight. Whoa, 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 forever. Whoa, 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 tonight. Whoa, 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 forever. Yeah. こんなもんで、難しいね。こんにちは。この辺で。どうも、こんにちは。皆さん、どうもね、こんばんは。これはね、ボーボーツナイトね。時にはこそ、ムーメント。さて、今日もそうよ。いつもの野球だからです。今日のお重杯行こうかな。今日はそうめんを意外と行こうと思う、そうめん。今夜はそうめんね。今夜そうめん。じゃあ、そうめんのお湯沸かしてくんね。そうか。健吾さん、また来ない。今日はね、それのんびりしてきたよ。のんびりしてた。で、巻き立て焼きからこうやって往復感じでね。そう。新橋どこって言って。まずお湯沸かし。そうめんとまた同じに激安の肉団子だ。これ150円なんだよ、これ。肉団子、味付け肉団子、これ150円で売ってんだよ、これね。一袋全部肉団子、よし、温めるだけのやつね。これ 500g で150円だもんね。安いよね、これな。肉団子、ああ、うまそう。
そうめんと肉、まず肉団子ね。これで一杯。で、その時お湯沸いたらに、そうめん湯がいてね。もうね、ストロングのやつ、ストロング系だ、ウォッカベースの。南高梅サワー、南高梅サワーです。肉団子でこんな感じね。どうも。ミートボール肉団子と南高梅サワーです。こんな感じいいね。どうもね。じゃあ普通の駅前のね、ワイズマートです。うまい。鶏肉だから安いのかな。暑かったな、本当だ。奥多摩行きたいな、やっぱダメだな、本当。疲れちゃって、見なかったんだけど。来週は奥多摩行こうね。あと、湯煎で温めた袋ね。大乾杯。うまいね。お肉うまいよね。どうも、しおちゃん、そうちゃん、どうもね。どうも。あ、白米。肉団子。奥多摩はね、3時間ぐらい待ちだから3時間ぐらいです。電車乗って。5時の頭に間違えると大体8時の頭に着く感じだから3時間。あれ、中央線から運よくね、特別快速さらに速いやつ。あれだけ速くなんだけどね。うん。青梅線は変わんないね、青梅ほとんどローカルだから、青梅線はね。何のセックさん誰だろう。すみません。大したすみませんよ。ワクチンは打ってないで、まだ。ついに無観客決まったな、オリンピックね、本当に。すごいね。初だよね、初のオリンピックやな、あれ。でも無観客でもあれ、やるのがよかった。中止にはならなくてよかった。彼女お母さんのこと悪く言ってるメディアがあってさ、あれはどうかと思うぞ、僕。でもしょうがないじゃないかな、あれ。町だよ、たじゃないよ。町だじゃない、町、や、や、やね、や。町だじゃない、町やね、や、や。やね、町だ。屋内の奥ね、町だ。ね、発音悪くごめんなさいね。町だよ。うん、荒川区よ、ね。都電と営団と京成が3線、大きい道に。あそこだ、王子と王子もそうだよ、ね、そこが。王子も都電があって、営団があって、でね、国電か。荒川線ね、都電。これで150円でも一袋な、あそこ。ワイズマートでね、売ってたんだ、これ。安いなと思って買ったんだね。この間も食ったからね、一回ね。川越えっか、あそこ。隅田川越え。だいたい川を越えると長いよね、隅田川ね、あそこね。あれ、京浜東北線の赤羽と川口もそうだよね、一駅だけどね、あそこは荒
赤コインではね、赤羽で川口はね、一駅だけど、だいたい川を越えると長い距離なんだよね、だいたい。あと、あそこもそうかな、あれ。神奈川の方もね、あそこね。川崎とかね。スカイツリーね。あれで飛んでるの、まあ夏場だからな。あれが、荒川に横見ながらですね。そんなんだよ。そんな臭いんだ、汗が。まあ、都心だもんな。小岩もそうよ、小岩もね、あれ。総武線の各駅の小岩駅も、飲み屋が多いよね。ちょうど県をまたぐ手前はさ、そうよね、飲み屋があるね、みんなね。そうでしょ、あれね、蒲田もそうだもんね。隣川崎だもんな、あれね。だよね、ちょうどね、東京に入って一駅目のとこって飲み屋街が発達する感じだよ、あれ。赤羽もそうだもんな、あれね。川口から赤羽入ってね。もう隣がもう隣の県ね、あれね。こういう赤羽、蒲田ね。こんばんはね。どてじゃさん、どうもね。系のやつ、南高梅さんは、ウォッカベースの度数9%の。で、肉団子ね、肉団子。安いやつね。ミートボールで。三河島に、歩いてすぐだ、三河島ね。常磐線は三河島、京成か新三河島。で、京成の新三河島はあれ、都内で一番、用意した人は少ないんだよね、あそこね。まあ、すごい近いからね、あそこね。いるよ、まあ、今、お湯も沸いてるんだ。じゃあ、そうめん湯がいてくる。一話だけね。そうめん、もうお湯沸いてると思うんで、湯がいてくるね。普通じゃなくて麺を入れて、ひと煮立ちしたら湯止めて5分ぐらい放った。やってみよう、今度ね。この、5分ぐらいしたらね、おろ、あるよ。ロッピアはないんだよね、うちの周りね。業務スーパーあれ、新三河島と町屋の間にあるけどね。ロッピアはコマーシャルで知ってるけどないんだよ、うちの近く。紅だれが今日、そうじゃない、紅だれじゃないんだよな。業務スーパー、業務スーパー、あそこは基本冷凍だからね、あそこね。しない、野菜なんかはさ、やっぱ質はいいみたいだけど、ちょっと高い、あそこ、業務スーパー。やっぱ質はいいみたいだけど、野菜高いね。野菜はね、やっぱりね。だってさ、人の手前のさ、新鮮市場の方が安いじゃん。前、マルシュだったとこ、あそこの方が安いよね、野菜は。マルシュだったとこ。今、新鮮市場になってたとこ。まあ、高いとこやっぱ質がいいんだろうけどね、下北沢に。でもやっぱ高い買わないな、そこ。まだ揚げもいいよ。今、冷房入ってるから揚げない。うちの前、町屋ないんだよね。町屋の人だったら、隣のさ、
熊の前の本屋なんだね、大きいわね、あれ。隅田川と荒川の間のとこね。間違いないんだよね、大きいもね。街はね、一枚の赤札堂で、清風から変わったグルメシティか。さっきから離れたとこに、ココス中村か、と、コモディだ、とかなんだな。赤札堂だ、買い物するの、赤札堂で。あそこ、今は夜10時までか。コロナ前は、まあ、10時まで開店だったからね。今コロナになってから10時閉店になって。でも10時まで開いてればいいやな、あそこ。赤札ドアで、上にはね、下着類も売ってからね、あそこね。あとよくあそこで下着類買って履いてますよ、僕は。赤札ドアで。まあ、ですが高いしね、あれ。スーちゃんのロールキャベツ、キャベツ安いつの時買えばさ、ロールキャベツ使うキャベツの量なんか、ビビったらもう量だもんね。そう思えば、1個100円、1個200円ぐらい高い時でもさ、ロールキャベツを使うキャベツの量考えれば、キャベツ買った方が安いよ、ほんと。値段的にね。あれ、翔子さんか。あの人はね、ウィンクになってからもね、しばらくはね、実家から帰すときもね、あれね、都心までね、すごいあの人ね。今も結婚してからね、別だろうけどね、東村山か、あれね、所沢の隣ね、所沢の隣。村山。あの近くまでなんだっけ、武蔵村山だかの近くね、あそこまで将来的には多摩都市モノレールがね、延伸するんだよね。もうあれ、場所は容器が確保してあるみたいで。なんだ、脱毛症ってもう気にしないから。見る分、わかんないし、これ。自分じゃ見れねえから頭だから。後ろはそうかもしれないけど、僕は気にしないから、そういうの。前からこんな感じで。後ろは多分、山なんかで後ろ向いた時は映ってなんね。そうなんだ。親公務員って言ってんじゃん、あの人だって。両親公務員だとそりゃそうでしょ？ねえ。安定はしてるけどさ、ねえ、公務員は。そんな、ねえ、大企業みたいな、ね、うまくいかないもんね。そうでしょ？あれ、鈴木さんそうでしょ？あれ。両親公務員っていう話だもんね。そりゃ、お金もきそう、ねえ。今日の百姓、これは百姓、もう300円かもしれないな。これも全部入れて。これは150円だからね。でも、どうせいつか死ぬからもう気が気ない、どうせ。どうせいつか、どんな死に方かわかんないけどさ、この世に生まれたからにいつか死ぬんだから、ね。別に構わないし。それで脱毛症になろう関係ね、そんなもん。どうせ、ほんと髪の毛抜けんだからさ、どうせ。そうだよ。変形脱毛症にならなくたってさ、ほっといたらどんどん抜けてっちゃって、おでこどんどん広がっちゃうんだから、関係ねえよ、とか言って。そうだよ、ほんと。脱毛症なんだ。円形脱毛症の前に僕、もともと脱毛症かもしんないね。死に死におでこが広がってる感じがするもんな。ほんと、死に死にすごいね、ほんとね。死に死にほんと。これも、円形脱毛症よりこっちの脱毛の方がすごいかもしんない。すごいだろ、ほんと。ここまでもうだいぶ。ないですよ。お金あるみんなそうだよね。メディアに出る人って。だから若く見えんだよ、みんな。ね、みんなメディアに出る人はさ。もう、じゃあ、そうめん、そろそろいいかな。そうめん。
今日はメインのそうめんやけど、そうめん1は 100g 湯がきました。そうめんね、食べ方はね、前もって切っといたきゅうり1本分、きゅうり1本分ね、きゅうり、冷やしきゅうり、冷やしきゅうり、冷やしきゅうり1本分です。でね、前もって切っといて冷蔵庫に冷やしといた。香りがいいね。きゅうり。きゅうりで、例えばこれ、同じ昆布つゆ。昆布のポン酢。これさっぱりといこうかな。こんな感じで。いい香りが、泡を落として。ポン酢でさっぱり。うん、冷やし中華ほど凝ってないです。中華しかないから、うん、さっぱりといいね、うん、新しくていいなこれ、うんうん、この青々とした香りがいいんですよ中華。でもメンチもあるけどさ、これ本当のさっぱり感で食べたかったからね。メンチ甘ったるいからさね、あれね、これもうまいね、ポンと食うのはね、うん、うまいじゃない、このか、うん、この歯ごたえたまんない。ちょうどいいでしょ、ちょうどいい、うん、そう、天かすもいいね、うん、食べないうちに、これ1本だけでしょ、これだけおしまい、もう1時か、そうやね、これ昆布のポン酢で、これエリアマサのこういうポン酢をかけてさっぱりとポン酢でいただいてますよ。さっぱりと、夏場いいんだこれで食うと、おいしいんだ。
食べてるよ、きゅうりもね。さっぱりでいいよ、これでもね。うん、いや、沸騰、麺入れて、入れたらすぐ、沸騰速度するから、そうしたら、5、6分置いても、それで十分だね、こんぐらい一応だったらね。じゃあ、定価で150円よ。なんだか経営がわかりません。行くときはありますよ、コンビニはね。みんなうどんもね、あ、そうだ。今度うどんやろうと思って、この間買ってきたんだ、スーパーに売ってたんで、美味しそうだったんで。うどんとこれ食べようと思って。これだ、何かあったの？マーラうどんか。エバラのマーラうどんって、うどんにかけて食べるってやつ。うまそうだったんで、プチッとうどんって。スーパーにあったんで、これから買ってきたら、今度これ食べようと思って、ゆでうどん。ゆでうどん、温めたやつにこれかけて、美味しそうだったんで。マーラうどんってやつね。これ食べよう、今度。あったかいうどんかけるだけで、これね。180g、1袋に1個ぐらいか。ちょっとこれ、結構食べてるね、これ。楽しみだ、これね。よく入ってるんだから。うん。まあ、ラウドンね。これ、美味しそうだ、この間買ってった。ゆでうどんね。あれ、売ってるやつね、あれ。温めたやつね。それにあるだけか。うまそうだなと思ったんで。どうもね。頑張ってね、やおくにさんね。うん、まあ、今年前、無くなる。明日、そぎようかな、あれも。うどんは一食あるからな、冷蔵庫に。あれ、電子レンジあっためて、それにかけるだけか。これ、あいつやってみようね、明日。ちょっと入ってんだ。で、残りそうめん。これ200円ぐらい。200円ぐらい、200円ぐらい。4つ入って200円ぐらい。4つ入って。1個ね。4つ入って200円ぐらい。冷やしきゅうりよ、うん、冷やしきゅうり乗っけてポン酢かけて、うん、ね、この食べようね、うん、この姉妹だ、もう空っぽ、この姉妹、超この姉妹ね。超この姉妹、いいわ。
いいな、本当に早くてね、全然のね。じゃあこれでいいやん。これで十分。飲みすぎないのにね。涙あるよ、あげない。ついてるよ、つけてる。ぱりいいね、このでこのね。お聞きいただきました。あ、こんばんは、桃木さん、どうもね。朝墓参り行くよ、墓参り。だいたい1ヶ月に1、2回行ってっからな、あそこまで。墓参り、桃木しかいないもん、行く人。ね、しょうがない、行かないとな。ご先祖様のお墓参り。別に手を合わせるだけでお墓拭いてさ、お花を携えるだけで別に特別なもん持ってかない。別にそう、別にお供え持ってかない、別に僕めんどくさいから。お墓を拭いてさ、だからタオル持ってってさ、あと線香とお花拭いて、それで帰ってくる。あとは草抜いて。そんな別にしないやね。偉くはな、普通だよね。月命日とは関係ないです、別に。アウトドア行かないとき、奥多摩とかアウトドアに行かないときは墓参り。そんな感じが関係ないです。必ず月命日と関係ないよ、僕は。違うよ、本当にいっぱい。うちのおばあさんは、夏場にして亡くなったんだし、父親は、2月か。おじいさんは3月だ。母親は2月ぐらいか。全部違うもん、命日。お盆だけだったらしょうがない、墓参りって。お盆だけってわけいかないでしょ、あれ。草だらけになっちゃうよ。ある程度、毎月1回は行かないと。まあ、1、2回できたらね、2回。うちの墓はさ、あれ、月のとこ多いからさ、草だらけになっちゃうんだ。仏壇は隣にあります、隣。この家、隣の部屋にあります、仏壇は。先祖様がずっとある、代々。そこにうちのあれ、お寺で海外してもらった仏像とか置いてありますよ。隣に置いてありますよ、それ。ありますけど、それはまたお墓とは別だよ、それもね。
動画手合わせるから墓参りしないわけにいかないよ。年に1、2回だと白草だらけになっちゃうよ、ほんと。大変だよ、あれね、ほんと。だから、ちょうどいいんだ、草抜くがてら、墓参りに行くの。毎月1、2回行く感じで、1回か2回、月に1、2回行く感じでちょうどいいよ。草むしりしてさ、お墓拭いて、手合わせて、それでいいんだ。誰も来ないよ、僕が誰もいないです。孤独死だと思う。間違いなく孤独死なんでね、誰もないです。じゃあ、今日はこの辺で終わろうかな。ありがとうね。今日はこの辺で終わるんで、また明日ね。明日も今頃の時間か、もうちょっと早いかもしれないけどね、やりますんで、ね、また明日。おやすみなさいね。今日はこの辺で終わるね。おやすみなさい。また明日。ケンコさん、どうもありがとうね。言うんじゃない。ある程度行かないと終わらないのね。店長さんも頑張ってね。バーサイドホテルか。ちょっと足りない。ごめんなさい。じゃあ、今度最後これ行こうか。いつも予定通り、今夜はこれ。上を向いて歩こうで締めたいと思います。じゃあ、最後のは上を向いて歩こうで行きます。では、またおやすみなさい。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜。思い出す秋の日、一人ぼっちの夜。悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜。じゃあ今夜この辺でおやすみなさい。またね。でもね、おやすみなさい。気になるじゃん。時間的にちょうどいいからね。でもね。だらだらでしょうがないからね。またね。また皆さんどうもありがとうね。まあ、ないよ。でもまたね。また明日。じゃあ、俺はさ、これで行こうか。チキンライフで締めようか。親孝行って何って考える。でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃、たまに家族で外食。
つも頼んでいたのはチキンライス。豪華なものを頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、街はにぎやか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる、俺はまだまだチキンライスでいいや。貧乏って何って考える、へこんだとこへこんだ分だけ笑いで満たすしかなかったあの頃。昔話を語り出すと決まって、貧乏自慢ですかという顔をするやつ。でもあれだけ貧乏だったんだ、せめて自慢くらいさせてくれ。最後は笑いに変えるから、今の子供に嫌がれるかな。今日はクリスマス、街はにぎやか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる、俺はまだまだチキンライスでいいや。今なら何だって注文できる、親の顔色を気にしてチキンライス。頼むことなんて今はしなくてもいい、好きなものを何でも頼めるさ。酸っぱい雪が炊き込める向こう、見えた笑顔が今も忘れられない。今日はクリスマス、街はにぎやか、お祭り騒ぎ、でかいケーキ持ってこい。でもまあ全部食べきれるサイズのな、赤坂プリンス押さえとけ。スイートとまでは言わないが、七面鳥持ってこい。これが七面鳥か、思ってたよりでかいな。やっぱり俺はチキンライスがいいや。ではまたおやすみなさいね。もうちょっとできるかんか。もうちょっとできるかん。じゃあ最後はこれ歌おうか。ちょうど金曜日1時間はこれで。あの鐘を鳴らすのは何だぜ。あの鐘を鳴らす。あなたに会えてよかった。あなたには希望の匂いがする。つまずいて傷ついて泣き叫んでも、爽やかな希望の匂いがする。街は今眠りの中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人はみな悩みの中、あの鐘を鳴らすのはあなた。あなたに会えてよかった。愛し合う心が戻ってくる。優しさやいたわりや触れ合うことを、信じたい心が戻ってくる。街は今砂漠の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆孤独の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。街は今砂漠の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆孤独の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。今夜はこの辺でおやすみなさい。また明日ね。これもいい歌ね、みんなね。また。